18、トラックビジネス。確かにあり得ないことがここでは横行している。本当にジェールは行かれている。普通の人なら理解に苦しむだろう。以前いたマキシマムセキュリティジェールは殺人、レイプ、強盗、傷害、麻薬関連も大量の輸出入など大掛かりな事件の受刑者が大半だった。それに対し、 ここにいるのは三年以下の軽い刑か、僕のように長期刑を経て出所間近となったもののどちらかである。中でも、日本で言うところの、ションベン刑に値する受刑者の割合が非常に多く、それはそれで厄介な人間が多い。彼らの特徴は、まず犯した罪がしょぼくれている。窃盗、詐欺、恐喝、不法侵入、喧嘩。 悪質な飲酒運転、家庭内暴力。麻薬関係でも、ただ使用するジャンキーたちがほとんどだ。マキシマムセキュリティのように、大悪が幅を利かす場所に対して、ここミニマムセキュリティは、小悪が幅を利かせている。大悪は確かに半端ないことを指示かしてきているだけあって、肝も座っているし、仲間も占い。組織のものでも、 ボス級の幹部たちばかりだからこっちが迷惑をかけなければ全く当たり障りがないただそれに比べてコワルは本当にうざいあいつらは常にトラブルを探しているし挙動不審で落ち着きがなくこんなボーイズスカウトみたいな甘いミニマムセキュリティで王座を取ろうと企むお山の対照的なのが多いそれならまだしもだ 監守に飼いならされた我々が通称犬と呼ぶチクリ屋も野晴らしにされている状態だ。ミニマムセキュリティは気をつけろ。向こうからトラブってくるから。といつか誰かにアドバイスされたことがある。まず普通に考えて理解に苦しむのが劣気とした犯罪者とたまたました喧嘩や飲酒運転、家庭内暴力なんかで入ってきたような人が一緒に生活するということだ。 元殺人犯や強盗犯と飲酒運転の常連が一緒の部屋にいるなんて滑稽すぎる。チワワとピットブルを一緒の犬小屋に入れるようなものだ。さらにジャンキーたちは犯罪者というよりも患者扱いするべきで、ドラッグディーラーとかと一緒に生活させるのは出所後の新しい買い手と売り手を結びつけるだけである。この矛盾したシステムが普通に、それが正当なことのように、 横行しているののが、ミニマムセキュリティの現状である。元犯罪者の受刑者たちは長い年月を経て出所したら一旗あげたいと考えているものが大半だそこに普通のうだつの上がらないおじさんや若いシャブ中やヘロインジャンキーがうようよしているとますますここが更生の場ではなく新たな闇マーケットを広げるための犯罪専門学校かなんかに思えていくる。 しかもミニマムセキュリティに設置してある面会所では、ごくたまに抜き打ちで身体検査があるくらいで、監視の目を盗んで、外からいろいろな物資が調達されている。その手口の多くは、電話であらかじめ自分の女に何が欲しいかを注文し、女は面会前に、ヘロイン、コカイン、シャーブ、あるいはマリファナ、ごくたまにエクスタシーという風に注文通りの品物を、 切り取ったコンドームの先に入れ、エンドウ豆くらいの大きさのボールにしておく。そしてそれを口の中に入れ、いつものように、面会所のゲートをくぐる。あとは面会所で、彼とキスしているうちに、口に移してやれば、彼はそれを飲み込むだけだ。そして楽しい面会が終わった後、口に指を入れてそれを吐き出すか、次の日の代弁とともに、それが出るのを待つという寸法だ。どっちにしろ、 彼らはジェールの中にいてもパーティーライフを送ろうとする。だから週末の面会日の午後なんかは受刑者たちはみんなそわそわしている。その日のドラッグのハントが行われているのだ。ジャンキーたちは入ってきた役を品定めして歩きショッピングする。ここケンプシーは郊外にあるために入手できるドラッグの種類は本当に限られているらしい。面会所で手に入れるのが 一応主流にはなっているが他の入手方法がまたユニークだ受刑者の仲間がテニスボールに切れ目を入れ中に大麻やヘロインなどを詰め込みそれを外から投げ入れる方法もよく使われるがラジコンのヘリコプターを外の誰かが操縦してそれにくくりつけた大量のドラッグをヘリコプターごと塀の中に着陸させるという大がかりなことをしたやつがいたこの大胆不敵なアイディアだけは 全くあっぱれだったがカメラが四方八方に張り巡らされているこのジェイルでそれを成功させるのは難しかったようだ僕ももう何度も誘われたがヘロインやコカインシャムなどのドラッグはかたくなに断った次の日に小便検査なんかされたら僕は一巻の終わりだマリファナだってリスクが大きすぎるジャンキーは注射器も洗わないでみんなで回し打ちするし それによってここでは、エイズや C 型肝炎が蔓延している。それに肺になって眠らずに、一体ここからどこへ行くって言うんだよ彼らの行ける唯一の場所は、次の日の尿検査で引っかかって懲罰防火、マキシマムセキュリティだけだ。百害外あったって、何一ついいことがない。僕と同部屋になったやつで、まともな奴は誰もいなかった。みんなジャンキーだった。 つながりのあるやつから仕入れてきては夜な夜な部屋で炊いているシャブなんか手に入れられたらシラフのこっちとしてはいい迷惑だ黙っていたら一晩中電気を消さないでテレビを見ているしまた薬が切れた時の性格の悪さもピカイチだ確かに僕も昔大麻や覚醒剤なんかを面白半分いじったこともあったがもういい加減分かったんだ 法律で罰せられたからじゃなくて、経験として理解した。このドラッグってやつは、一時の快楽にしては、それにまつわるありとあらゆるリスクが大きすぎる。自分だけ気持ちよければいいとかいう問題ではどうしても済まなくなる。だから僕は中にいる間、ずっとシラフで生きる意味を考えていた。頭の中も、体に流れる血も、すべてすっきりきれいにして、もううんざりだった。 僕の周りの人たちをこれ以上悲しませたくはなかったんだ。まずドラッグを買う場所がイリーガルなだけにすでに危険だ。そこでまずトラブルの匂いがする。素人は金を騙し取られたりもするし、下手すればそのまま拉致、なんてこともある。いざドラッグをやるにしたって、隠れてこそこそしなきゃいけないなんて、とても不健康だ。実際ドラッグ自体が根の張るものだし、そんなものを買うくらいなら、 ちゃんと未来あるものに投資をした方がよほど賢いと思う。注射器やパイプを使うにしたって、そんなジャンキーは同性 HIV 患者か肝炎の持ち主なのが関の山で、そんなものの犠牲になるなんて、僕はまっぴらごめんだった。人生はたった一度きりしかないんだ。健康な体も一生に一つしか持てない。そういうジャンキーに限って、クソ暗いさ、こんな世界。 なんて言っているが本当の人生はとても素晴らしいものだと僕は思うこれからも素晴らしい人たちや美しい景色に出会えると思うと僕はワクワクして仕方がないこのジェールを出たら本当の自由を謳歌してとことんそれに感謝したいんだたとえジェールの中がそんなありさまだとしてもさそれとここには非常に変わったシステムがあってヘロイン中毒者が 犯罪の魔の手から薬を買わなくて済むようにと医者の診断書だけでメサドンというヘロインと同じような糖水効果のあるシロップやそれにそれよりも効力が強いビュップという錠剤を毎朝無料で受け取ることができるのだ朝早く気の狂った受刑者たちがクリニックの前で並ぶ様はメサドンパレードといってここのジェールでは有名な光景だ 彼らは看護師の隙をつき、メサドンやビュップを口に入れ、それを飲み込むふりをして、口の中に詰めた綿棒の先に湿らすなどして宿舎に持ち込み、それを注射器で吸って体に打ったりする。もうそんな光景を何度も見てきた。そんな連中と一緒に生活していると、自分にまで迷惑が降りかかることがある。ある日、同部屋の男が朝までパーティーをしていた。 その日の朝に呼び出されたのは奴らじゃなくて僕、そして尿検査だ。看守たちに朝一で叩き起こされ、別室の牢屋に隔離され、小弁が出るまで返してもらえない。僕はクリーンだったが、起きてからすでに小弁をしていた僕が、今また出すことができるのは代弁のみだった。看守にクソをさせてくれと頼むと、それはできないという。ほとほと困った僕は、 狭い別室の中を行ったり来たりしながら何とか小便を試みたでも踏ん張ってみたところで一向に小便が出ない今にも出てきそうなのはやはり大便の方だったクソが出ればその勢いに乗って小便も出ると確信した僕は苦肉の策を思いついた看守に紙コップ2杯の水を要求し尿の純度が薄まるため飲める量は2杯までと決められている その水を飲み干した守が行った後すぐにズボンを下ろしその紙コップの中に代弁をしたどっとクソが出てきて紙コップはすぐに満杯になったその後すぐに尿意を催したため監守を呼び彼の見ている前で僕は試験管にたっぷり黄色い液体を注いでやったそして別室に置いたままの紙コップを片付けようとすると もう一つの紙コップを蓋にしていたことが看守にとって怪しく映ったのだろうにらみを聞かして「なんだそれは見せてみろ」と言ってきやがった僕が「これは見ない方がいいですよ」と言うと当然「いいから見せてみろ」と凄んでくる我々受刑者は看守には逆らえないから近づいて覗き込んできた彼の鼻っ柱にそっとその紙コップを持って行ってやった なんじゃこれはとひるんだ監視の滑稽な顔が今でも忘れられない帰り際その時の監視の顔を思い出して何とも痛快な気分になり一人で大声を上げて笑った